はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンマムソウです。そして、長坂です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日は近藤じゃねえだ。じゃなくて、今回は、弁財天。僕はバラ持ってないんで、はい、行きたいと思います。なるほどね。弁財天狙い。もう弁財天が出て何ヶ月ですか？言って3ヶ月ぐらいじゃない？あ、そっか。多分。なんか。3ヶ月にしてまだ持ってない。僕は持ってない。じゃあお出ましした方がいい。いや強いよ。そうだから、ここまで弁財天を使ってる動画とかもよく見たんですけど、なんかね、これは引かなきゃやばいな、これ欲しいなって思って今に至ります。で今引こうじゃないかと至るね。そうギリギリ星玉届かないんじゃないこの僕だと。いや届かせる。それはそれでどうなんですか。弁財天以外は星4号。はい。逆にね。じゃあいきます。はい。今日何がアップしてるの？弁財天、弥勒、ワルプ。弁財天。これ一発出る気がするな俺。正直。まあでも2体欲しいです。なんなら。なので多分引き切ると思いますこれ。ノーエフェクト。また欲しい。さあ、笑わない。お願いします。まずは初戦。どうなるのか。エンフィールド。昔の。ああ。ムサ。星玉たまらんかったな。てなムサ。8しかたまらんかったな。でも、アテナとムサシ。ありがとうございます。はい。感謝の気持ちが今日ははい違うんですね。音とか聞かなくていいの？音聞きましょう。せっかくなんで。はい。嘘でしょ。そんな？めっちゃ絡まった。さあ全身全霊でいきます。2個さ本気ですね。今ビーンっつって本当これお本当ビーンっつって入った。これ大丈夫ですか？これオートバグですか？知らんけど一個さんかと思ったよ。おーし近づいた。忘れちゃこう。音変だろ。音変なんか音変だな。俺なんかテレビから出てるからかな。すごいなんか SF 感あるよ。聞かしてよ。次聞かしてあげる。出ちまえよ。ガリバーイズムポルタ。ありがとうございます。56出るね。2体ずつぐらい出てんね。いくよ。確保せる。これ。あら、じゃあ SF 感あるでしょ。SF 感あるでしょ。びっくりしたの。なるほどね。そう。はい。ベン。それはもうおおってなりますよ。ちょっとかっこいいかもしれない。いやこれのかっこよさがこの視聴者さんに全く伝わらないっていうのが問題。そう。触ったらやばい。いやー呪われてるわ。いやこれ絶対無理じゃん。頼む。確かに。ちょっと変なんですよね。なんか変なんですよね。テレビから出てるからね。押したままで。カーリー。これ。いや出るな。2体ぐらい出てしまうな。まあいいんだけどね。いや足りないじゃん。足りないですね。貯金ないです。終わりますか？終わり。倍プッシュしますか？いやもうコンビニまでダッシュしないといけないんでやめます。超がっかりしてる。そうだけどこの5もね残りだって4あれは貯金はないですか？なんもないの本当に。なんもないです。本当？そういう人何もないの。はい、ということで残念残念、なんか全てに恵まれてなかったないい感じに。まあでもオセロが弾けたんで、まあまあいいかな。そうね、まあでも星5、6はいっぱい出たからね。いやマジでこんなに出ると思わなかったですね。本当に毎回2体ずつぐらい出ましたか。はい、これがデイジー重心祭ということですね。引き時、はい。ただまあ短期狙いはなかなかやっぱ厳しいということでした。あまりなかったです。ということではちみつみたいなものには連載できますよ。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。なんか言ってたんだよね。はちみつ、はちみつみたいな甘くねえんだ。いろんなことがわかってしまったから世界の形が